はい。社長、愛ちゃんには期待してるみたいだよね。そうでしょうか。知ってる？社長、業界じゃ猛獣使いとか錬金術師とか殺戮の女神とかいろいろ意味を持ってるやり手なんだって。最後のはどうなんでしょう。あの、私掃除します。ああ、そういうこと。オッケっす。じゃあ掃除道具は、そうだ、ナナのメイド服着る？気合入るよ。え、遠慮します。何着も持ってるのかな。謎といえば、この向こうに一体何が。恐竜の巣には近づいちゃいけない。お掃除、お掃除。いいのかな。いやー、お疲れっすね。働いた働いた。ああ、いえ、私仕事してるのかなって。もちっす。そうでしょうか。仕事もいろいろあるっすよ。ただ我々は兵士っすから。そうっす。上官から命じられたことをこなすのが兵士の任務。例えば待機を命じられたらひたすら待つのが任務っす。それも仕事。上官に夜の相手を命じられたらそれもこなす。そんなうふふもお仕事っす。夜の相手って何の話ですか。要するに、やるべきことをやったんすから、問題ないっすよ。本日のまとめ。ありがとうございます。じゃあ、寂しくなったら
いつでも来いよ、子猫ちゃん。あ、すごいけど、困る。眠れない。心が進めてくれなかったらやってないな。
ここまでにしとこう。心は私と入れ替わるようにしてこの寮から出て行ったって。この部屋はもしかしたら元は心の。走って走って、もう遅いなアイは。私の手もっとしっかり握って、離さないでね。夢うつつりました。今日でゲーム会社勤務3日目。まだ散歩と掃除しかしてない。ダメだ、何度計算してもやっぱりチョコとバナナの組み合わせが最強だ。やったね。お手伝いとか聞いてみる。まず挨拶だよね。それから言葉遣いが、音や そうなんだ。そんな、大丈夫です。物騒な話になってる。
面白がられてた。いかに答えたらよいものか。聞けときました。意味がわかりません。はい。質問。私ダメすぎでは？ではなくて、なるほど。自分から見つけられたらいいんだろうけど。予言？闇？
ちタイピングなんてできる気がしない。今日ワークショップの発表会あるんだ。なんでお先っす、投げキッス。ちょっ、チョコバナナの心情はきっちり表現してくるバナナ。チョコバナナの心情、昼間の計算ってそのためだったのかな。私も買え。おい、そこの新人、大鳥愛と言ったか。あ、はい。何ですか、ハテイさん。ゲーム会社っていろんな人がいる。あんた、ゲームは苦手なそうだな。はい、すみません。そんな人間がゲーム会社にいて。いや、構わない。むしろ都合がいいかもしれん。はい。いるか、社長。新人、うちで借りるぞ。はいはい、どうぞ。何が。手が足りなくてな。手伝ってもらう。手伝う。大詰めなんだ。赤子の手でも借りたい状況というやつだな。いや、むしろ赤子の手こそ必要。デバッグ。あ、わかりました。明日ですか。そうだな、明日には帰れる。帰れるといいな。ではこっちに来てくれ。説明する。おい、お前たち、赤子の手を借りてきたぞ。使い倒していいぞ。ぶっ壊さない程度にな。ケンノン。エコーさんって何者なんだろう。順を追って説明する。まあ焦るな。
ところで新人、あんた PC は使えるか？最近の若いのはスマホやタブレットなら自分の手足のごとく使えるのに、 PC の扱いには不慣れだったりって聞くが、あんたは？一応それなり多少は。ただお仕事の場でお役に立てるレベルというか、それはまだちょっと。ちょっと？いや、ちょっとじゃなく、かなり微妙かと思います。ほうほう、やはり今時なんだな。すみません。いいや、それがいいんだ。とにかく素晴らしい。はい。よう。はいです、ハテイさん。彼女、まだ PC をほとんど使えないらしいぞ。おお、すげえ、素晴らしい。ニエマジョ、このタイミングでいい子を入れてくれましたね。いや、私、冗談ではなく、本当に何も。わかってるわかってる、嫌味じゃないからさ。私は社長と、今晩中にどこまでのレベルを洗い出すか、もう一度確認してくる。了解です。じゃあ彼女にはこっちで作業指示を出しますんで。じゃあみんな、私はしばらく席を外すが、頼んだぞ。ウェイズ。マウスとかキーボードとかは、さすがにそれくらいはなんとか。はい。だよね。学校でパソコンを使ってのネット検索や表計算ソフトとかの勉強、ちょっとだけですがやりましたし。上等上等。なんだ、ちゃんと PC いじれるじゃん。でもタッチタイピングとかは練習してるんですが、まだ全然で。くー、初々しい。だからこんなのでゲーム会社とか、正直肩身が狭くて。いやいや、毎日10分間でも身を入れてタイピング練習やってれば、二月もせずにマスターできることだよ。私もこの仕事に就くまではタイピングなんて片手シフトの野良犬殺法だったしさ。あんなもん特殊技能でもなんでもない。ない。ああ、そうでしょうか。ちょっと苦労してるので。そうだ、名前は？はい、大鳥です。大鳥愛です。私は八尾。所属チームは違うけど、ちっちゃい会社だし、今後ともよろしく。はい、八尾さん、こちらこそよろしくお願いいたします。君のことさ、ばあちゃんって呼んでいい？はい、ばあ。え？いや。あの、私そんなに老け顔でしょうか？いやいや、君ってまあんまり初々しいから、踏み荒らされる前のバージンスノーみたいだなと思ってさ。で、ばあちゃん。別の意味に聞こえそうなので。そうだよね。略しすぎだっての。よし、じゃあもうちょっと付け足してバージンちゃんということで。あ、みんな、お手伝いの新人ちゃんのコードネームはバージンちゃんだぞ。ウェイズ。あ、いや、できればそれも。あ、ごめん、バージンじゃなかったのね。みんな、お手伝いの新人ちゃんてばバージンじゃないぞ。
ヤオさん。いやいや、ごめんごめん。ここ数日さ、ずっと追い込みでね、みんな娯楽に飢えてるんだわ。君を出しにして悪かったけど、こういう状況だと積極的に現場に笑いを作ってくってとても重要。なるほど。出ないとスタッフみんなで殺し合い、みんなイライラしてるからね。君も緊張もほぐれただろ。はい、お気遣いすみません。じゃあ新人歓迎のお遊びはここまで。早速手伝ってほしいことを説明する。バージンちゃん。やっぱりそれはやめてください。ジェで、作業用 PC はこのノーパソで。はい。ずいぶん古いんですか？うん、ほんと古いよ。仕事使いにはもうしんどいけどね。テストプレイ用に保管してある旧 OS の低スペックマシンなんだ。あえて古いパソコンを使うんですか？うむ、 OS は7、グラボは一応、メモリと CPU はそこそこ、画面解像度はまあ聞かないで。ここまで来ると今回うちが動作保証している最低環境、キワキワもキワキワなんだけどね。ハードディスクは一遍取り替えたって話だったかな。発売当時は20万以上するハイエンドマシンだったみたいだけど、ぼちぼち発売から10年近くになろうかっていう古い機種だし。10年。 PC でゲームやるのに今時こんなボロと思うかもしれないけどさ、結構物持ちのいいユーザーさんいるんだな。これが10年近くも前って、スマホじゃまずありえませんね。未だ日進月歩のスマホと違って、 PC なんかはここ数年パッと見の性能進化が落ち着いてきてるからね。昔のやつでも使い方次第結構頑張れるよ。なるほど。ちょい話がそれたけど、大鳥ちゃん、君にはこれでデバッグ作業をやってもらう。はい、わかりました。うちのゲームは少々古めの PC ユーザーも購買ターゲットに入れてる。だからさ、動作保証ギリギリの骨董品だけど、こいつみたいな低スペック機でも一応動くか、投資プレイで確認しておきたいんだ。なるほど、大事ですよね、そういうのって。いやー、人がいなくて今までそっちの確認にまで手が回ってなかったんだよ。じゃあはい、これがマスターロムね。インストールのやり方はわかる？はい、それくらいは。よし、じゃあまずはちゃんとインストールできるかどうかのとこから始めよっかね。よし、アンインストールもちゃんとできると。せっかくインストールしたのをまたいきなり消すのもテストなんですか？うん、デバッグってユーザーがやれることを全部問題なくできるかどうかを確認することだから。じゃあまたインストール。これは大変そうです。と、じゃああとは大丈夫かな。はい、マニュアルはこれですよね。うん、あえてゲームシステムの説明はしなかったんだけど、知識のない人間がマニュアル見ながらちゃんと理解して遊べるかのテストもしたいんだ。あ、私がパソコンとかゲームの素人なのを喜んでたのって。そういうこと。君が助っ人に来てくれてよかったよ。こいつ、私らが言うのもなんだけど、今時の傾向からするとちょい難しめなんだよね。
プレイすればわかるけど、出撃ブリーフィングから先に進めないユーザーさんが結構いて。ブリーフィング？はあ。今回の PD2 はそのあたり結構気を使った作りなんだけど、ま、とりあえず遊んでみて。はい。大鳥ちゃん、どう？調子は。あ、八尾さん？はい、とっても面白いです、このゲーム。あ、すみません、そういうことじゃないですよね。古いパソコンでも、ちゃんと動いて。期待の新人、グッジョブ。意味がよくわかりませんが、みんなその言葉に飢えていたのだ。はあ、長いこと同じものをいじくり回してると、それがもう面白いんだかなんだか当人たちにはわかんなくなってくるからね。で、投資プレイの調子は？はい、古いパソコンでもきちんと最後まで遊べるかのテスト、今のところ順調です。表示キャラが増えると挙動は相当重たいみたいだけど、固まりそうな気配はなし。ここまで無事に来てるなら大丈夫そうだね。あとこれが一番重要なんだけど、どう？バグとかは？途中で先に進めなくなったり操作できなくなっちゃうような問題ですよね。ええ、そちらも今のところは。そのマシンでもメモリーリークとかは大丈夫そうだね。止まってはいません。はい。ま、この時期のバージョンはあからさまに目立つ問題点は取り終えちゃってるし、そうそう問題は起きないと思う。いや、起きてはいけないはず。あ、でも止まるとかじゃないんですけど、途中シナリオの文字間違いをいくつか見つけたんですが。それは仕方がない。誤字脱字はどうしてもね。間違いの箇所はどういう風に？八尾さんに教えていただいたプリントスクリーンっていうので、その場面の画像を保存してありますけど。上出来。じゃあそれと一緒にロムに書いてあるバージョン番号をデバッグシートにメモっといて。デバッグシート？ああ、教えてないか。社内ネットワーク上に PD チームの共有掲示板が。と言ってもまだわからないか。すみません。いやいや問題なしよ。じゃあ紙にメモっといてよ。そのステージが終わったらそれ私の机に。はい、わかりました。大きなバグも出てないし、これは順調だわ。素敵。何か問題があったらその部分を直さなきゃいけないんですよね。まあね、当たり前だけど、重要なやつは直さなきゃまずい。重要でないやつもそれなりに直さなきゃまずい。外部のデバッグ会社にもテストプレイは出してあるんだけどさ。もう正直うんざりだよ。もう眠いよ。なんだか顔色が。少しお休みになった方が。そうだね、少し寝よっかな。あ、八尾さん、お休みの前についでに質問一個だけいいですか？何？大鳥ちゃん、
ページ3からなんですけど。敵の、キツネ軍が、ジアス動物園から新型の無人ヘリの供給を受ける場面あるじゃないですか。ああ、それに対抗して新型装備の積層茶釜シールドが出てくる強制イベントね。はい、多分そこのステージ敵のヘリコプターを奪えっていうそんなミッションだったんですけど、ヘリコプターにコマンドタヌキたちを向かわせたら味方ユニットの一匹がヘリコプターと重なった瞬間そこから出てこなくなっちゃって。なぬ？何度マウスを合わせても全体コマンドで命令しても動いてくれないんですよ。ほう敵もこのユニットには攻撃してこなくなって、そのままステージはクリアできましたから特に問題はないんですけどね。ヤオさん？あ、いや、ごめん。もしかしてヘリは初期座標から動かないままかな。はい、ピタリと動かなくなりました。他のキャラはもっさもさ動いてるのに。それってば待機モーションも止まったってこと。次のステージからヘリコプターに乗り込んでたコマンドタヌキが編成画面からいなくなっちゃうし、前のイベントで国に帰ってウサギに復讐するんだべさって言ってたから、つまり故郷に帰ったんですよね。私その部分が気になってコマンドタヌキのその後のお話とかないんですか？フォートリちゃん。はい？ないよ、そんなもん。ああ、遊んだ人のご想像に任せるっていうパターン。いや、もうそれはいい。とにかく、ちょっと詳しく聞かせてもらおうか。え？投資プレイは…いいから。なるほど。背景オブジェクトの座標設定と呼び出しユニットの指定をミスったか。何か問題が？ヤオさん？問題なく先に進めてるんだよね。はい、大丈夫です。飲み込まれるのは汎用の傭兵ユニットだ。おそらくネームドキャラなら個別イベントが発動するはずだから問題は起きない。イエーイ。は？ほら、イエーイ。大丈夫。そうなんですか？それならよかった。問題なし。全然問題なしだよ。もう、ヤオさん急に深刻な顔するから、てっきりものすごい大問題が発生したものかと。そんなわけないじゃない。じゃあ私は続きやります。 OK、 よろしく。というわけでこれは聞かなかったことにしとくんで、それでいいね？いいわけないでしょ。矢を見つけてしまったのか。うわ、ハーディさんまで。
愛ちゃんが新人だと思って何よまいごとを言ってるのかしら。な、何の話だろう。いや、別に進行不能バグじゃないし、いくらでも補充可能な汎用ユニットが消えても特に問題はないかな、なんて。ふむ、そういう考え方もあるか。もう時間も時間ですし、あるいは、ここ直しても通常プレイでの頭からお尻までの投資確認とかもうできないですわ。いじり壊すリスクを考えると八尾の言うことにも一理ありますけども、社長。でも見逃すには怖いわね。愛ちゃん。はい。そのステージのセーブデータをちょうだい。セーブデータ、それなら大丈夫。私が大鳥ちゃんのマシンから回収してサーバーに上げときます。バキバキさんのデバッグ部隊ってまだ動いてる？本日デバッグ分の報告メールは届いてませんし、まだギリギリ営業時間だと思います。バキバキさんに連絡して、まず再現性があるか明日の朝一から確認してもらいましょう。同じような構成のステージもついでに全部直しますか。見つけてしまった以上はね。報告が日をまたいでたら使用ですで押し通したかもだけど、工場への納品時間引っ張れるんですかね。その判断はまだ保留にしておきましょう。存在しないファイルを読みに行ってのって類の不具合だろうから、さほど重篤じゃないと思うし。それだけならいいんですが。いやいや、本当にね。じゃあちょっと見てみるわ。セーブデータお願いね。はーい。すんません、波堤さん。いや、この場に社長がいなければ私も同じような判断を下したかもしれん。はあ、これ明日も帰れないかな。あの、私何かまずいことを。だって何か私のせいで仕事が長引いてしまうみたいだし。いや、大鳥ちゃん、君は悪くない、むしろありがとう。あんたがいてくれてよかったよ。やはり先入観なしの人間によるテストプレイは大切だな。その割に二人とも目が怖いです。人は遠くに理想を掲げ、それを求めなければ生きているとは言えないのさ。目前まで近づいたマスターがまた遠ざかる。ああ、蜃気楼。畜生バグめ。バグ、あれが。そうだ、見つかってほしい。でも見つかってほしくない。あんまり重要なやつでないなら見なかったことにしてほしい。そんな感じの憎いやつだ。なるほど。まさかメインキャラじゃなく汎用キャラであのミッションをクリアしに行くとはな。おかしいな、全キャラのパターンを試したはずなんですけども。バグ、バグの原因がキャラ依存のフラグとは限らんから、まだ何とも言えんが、こういう例外処理はゲームをやり慣れたメインスタッフが一番気づきにくいパターンだろうな。新人のお手柄だよ、本当。
どうした新人。大鳥ちゃん。はい。うむ、新人、あんたはたった今から正式に PD チームだ。決まり決定。え、え、おめでとう。パチパチパチ、歓迎するよ。わーい。いえ、私は…もう話さないぞ。マスターが出るまではな。こうなったら人海戦術しか手段はないのだ。了解です。よし、いい返事だ新人。マスターが出たら豪勢なご飯おごってあげるからね。まずそんな君には新しいロムが焼き上がってくるまでにデバッグシートの正式な書き方を教えちゃうぞ。夜は長い。やお、丁寧にな。おそらく明日も丸一日デバッグだ。それは…無限リマスター、夢うつつだって。